皆さんお疲れ様です。今回は短時間で胸をでかくしていくトレーニングをやっていきましょう、はい、ぜひ最後まで一緒に頑張りましょう。レッツワークアウト。今回は2分半という短時間の大胸筋トレーニングです。一緒に最後まで頑張っていきましょう。1種目目始まります。さあ1種目目ワイドプッシュアップです。手の幅を広くして行う腕立てです。こちらの方が大胸筋にガツンと効いてくる種目です。しっかり大胸筋が伸びている、そして収縮するイメージで最後までやっていきましょう。胸を張りながらやると OK です。頑張りましょう。休憩です。続いてはエルボータッチプッシュアップです。プッシュアップして上体が上がった時に肘をタッチしていきましょう。そしてなるべく早くタッチできればなお OK。 一緒に頑張っていこう。2種目目エルボータッチプッシュアップです。肘を自分のペースでいいのでリズムよく一定のリズムで行っていきましょう。しっかり胸を張りながら視線は前、前を向きながら腕立てをしていきましょう。大胸筋の動きを感じて一緒に頑張りましょう。休憩です。続いてはリバースプッシュアップです。大胸筋の下部を効かせていく種目となっております。大胸筋の輪郭を作るのに最もいい種目なんで一緒に頑張っていきましょう。3種目目リバースプッシュアップです。手の位置を逆手にして行うプッシュアップとなっております。手首が痛いよという方は角度を調整して行ってみてください。地面を手で押すというよりかは手首あたりでグッと押してあげるイメージで行ってみてください。頑張りましょう。休憩です。続いてはネガティブプッシュアップです。ゆっくりと下ろして素早く上げる、これを繰り返していきましょう。ゆっくりと下ろすときに耐えていきましょう。頑張りましょう。4種目目ネガティブプッシュアップです。ネガティブ動作は筋肥大にとてもいいと言われています。しっかりゆっくり下ろして素早く上げる、これを意識して行っていきましょう。下ろす際にも常に負荷を感じながら下ろしてみましょう。意識大事です。頑張りましょう。休憩です。続いてはプッシュアップ、ラストは普通のプッシュアップで追い込んでいきましょう。胸を張って大胸筋意識、これを忘れずにやっていきましょう。ラスト一緒に頑張ろう。ラスト普通のプッシュアップで追い込んでいきましょう。今回一緒に体を変えようと思ってトレーニングをしてくれたと思います。今変わりたいと思った瞬間が人生のスタートです。一緒にコツコツ体を変えていきましょう。頑張りましょう。3、2、1。お疲れ様でした。お疲れ。ウェイ。お疲れ様でした。大胸筋を鍛えることは男のモテポイントだと思っているので、ぜひモテるために一緒に頑張りましょう。この動画が参考になったという方はチャンネル登録、高評価お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイ。モテたい。